6月6日は、グレゴリオ歴で年始から157日目にあたり、年末まで、あと208日ある。南北戦争、メンフィスの戦い。ミシシッピ川の南軍水上戦力が、壊滅のルマンディ上陸作戦結構ソユーズ11号、打ち上げ。翌日世界初の宇宙ステーションへのドッキングに、成功するも飛行士の生還は叶わず、イスラエルがレバノンに侵攻しレバノン。 戦争勃発ボリビアガス紛争、カルロスメサヒスベルト大統領が、辞任ポルトガル王女ン三世誕生。地政下で日本との交易が確立された画家、ディエゴ・ベラスケス誕生。画像は、ダスメニーナス、画家ディエゴ・ベラスケス誕生。画像は、鏡のビーナスフランス古典主義三大劇作家の一人、ピエール・コルネーユ誕生文人画家、イケ・タイが誕生。画像は、 超弁図画家、ジョン・トランブル。画像は、自画像、アレクサンドル・プーシキン詩人、作家、アレクサンドル・プーシキン。ブラウン管を、発明した、物理学者、フェルディナント・ブラウン数学者、アレクサンドル・リャプノフ・ニコライ世皇后・ニセイ・后アレクサンドラ・フヨード・ロブナ・インドネシア、共和国初代大統領、スカルの操作型トンネル電子顕微鏡を開発した、物理学者。 ハインリッヒローラー派かアリーリーダーポーランドの英雄ヤンヘンリク・ドンブロフスキ没ツ氷主義の思想家ジェレミ・ベンサム・没。画像はロンドン大学にあるベンサムのミイラ。詩人フリードリヒ・ヘルダーリン、狂気の中で没。画像は晩年を過ごしたヘルダーリンと。中華民国の初代大統領、遠征外心理学者カールグスタフ・ユング。スウェーデンの建国記念日。 1523年に、カルマル同盟から離脱し、グスタフ一世が、即位楽器の日、法学の日。画像は、日本の鼓埋梅の日。ありがとうございます。